サガリストは、イギリスの自動車メーカーである TVR が製造、販売していたクーペ。2003年に発表、2004年に発売が開始され、2005年より日本への輸入が始まった。T350 をベースに開発された。シャーシには、構成パイプを溶接したフレームを使用した、チューブラースチールシャーシとコンポジットパネルを採用し、軽量化している。サスペンションは、 前後とも、ダブルウィッシュボーン式。エンジンは、タスカンにも搭載されている、ドライサンプ方式の4.0リットル自家6、DOHC、スピード6。レッドゾーンが8000回転という高回転エンジンを、FR レイアウトで搭載している。トランスミッションは5速 MT。他の TVR のマシン同様、ABS などの電子デバイスやエアバッグは搭載されていないが、 T350 同様、サイドインパクトバーは装着されている。ラインナップは4.0リットルのみ、ボディ形式などの仕様も1種類のみである。保証において、サガリスは他のマシンと異なり、他のモデルはエンジンのみを2年間保証しているのに、対して車全体に2年間の保証が付けられていた。TVR が2006年に経営破綻したため、現在は、 販売を終了している。ありがとうございます。